伊水ズ市。伊水市は富山県西部に位置する市、全国的な平成の大合併の流れの中、この地域では、伊水郡の4町村の合併による市への移行、新港市を含む5市町村の合併、また、高岡市、氷見市、小矢部市、福岡町を含めた広域合併などが検討されたが、住民アンケートや2003年、平成15年2月に行われた。 小杉町の住民投票の結果などを受けて、同年5月14日に、新港市を含むご市町村による合併協議会設置された。合併協議会では新市名の一般公募を行い、その結果、伊水市、伊水市、伊水の市など、伊水を含む市名が多数を占め、最終的には新市名を伊水市とすることが決定された。新港市も、かつては、 全域が、伊水軍内に属していた。当初は、合併期日を2005年、平成17年3月31日の予定としていたが、小杉町町の土井義蔵が、伊水軍4町村のみでの合併を主張して、合併協議会からの離脱を表明し、一方で大門町、下村、大島町は五市町村での合併を主張したため、協議は一時休止となった。しかしその後、 2004年、平成16年8月29日に行われた小杉町の5市町村での合併の是非を問う住民投票の結果、賛成多数となったため、当初予定されていた合併期日には遅れることとなったが、閉協議は再開され、2005年、平成17年11月1日に、イ水市として合併することで、合意、2005年、 平成17年2月25日に合併協定に調印し、ご市町村と富山県議会の可決を経て、7月21日には総務大臣が官報に告示した。これによって、11月1日にご市町村が合併して、伊水市が発足することとなった、伊水軍は消滅。初代市長を選ぶ選挙は2005年11月20日に、告示。 27日に投票が行われ、接戦が予想されたが、文化氏が大差をつけて選出された。この選挙には、旧新港市長、旧小杉町長、旧大島町長が立候補したため、旧市長の市長の中で立候補しなかった2名の、内旧大門町長が、職務執行者に選出された。市役所は、文庁舎方式で、合併前の各市町村の役場、 およびかつての伊ミ地区広域圏の事務所がそれぞれ文庁舎となっていた。2016年9月23日まで、新市の事務所は小杉庁舎、旧小杉町役場に、市議会会議場は新港庁舎、旧新港市役所に置かれていた。布目庁舎、旧伊水地区広域圏事務所以外の各文庁舎には、各種届けの受付などを行う行政センターが設けられていた。 2016年10月11日、伊水市新開発、旧大島町の大島中央公園隣接の私有地に統合新庁舎が開庁し、新庁舎、大島庁舎、沼目庁舎の3庁舎体制となる。新港庁舎、大門庁舎、課庁舎は廃止される。伊水市議会の議員定数は22議席である。現在の任期は、 2013年11月27日から2017年11月26日までである。会派の厚生井水市から選出される富山県議会議員の定数は3議席である。現在の任期は2015年4月30日から2019年4月29日までである。衆議院井水市は高岡市、氷見市、都並市、小矢部市、 南都市と構成される比例北陸新越ブロック、富山県第3区が衆議院選挙区となる。参議院伊水市は、参議院北陸新越ブロック、富山県選挙区、全県区に属指定数は2議席である。伊水市は合併前の市町村の区域ごとに、新港、小杉、大門、下、大島の5地区からなる。伊の地域振興会び、コミュニティセンターは、 これらを、さらに細分化し27地区から構成される。富山振興を地理的な中心とする、臨海工業地帯。新港市街地は、高岡市の牧野地区と富山振興によって、旧市域の郊外及び旧伊水郡とは隔てられる、形となる。日本のベニスと称される内川や海洋丸パークなどが、所在しており、伊水市内の観光の中枢を担うエリアとなっている。 新港旋風などに代表される地元意識の強さや鎮静の宝庫としても有名。なお、新港市街地、市政施工事の区域、新港、北条津、小西の3地区をまとめて、新港地区とする場合がある。伊水市のうち、北西部の半戸道となっている、新港市街、万葉千円線地域の内東側で、北条津小学校の通学区域、 新港地区とともに、旧新港市の中心部だった地区、東端の海王丸パークは、富山信仰に接しており、対岸の堀岡地区とは、新港大橋及びフェリーでの往来となる。新港市街地の内西側の地域で、新港小学校の通学区域のうち、小西地区、障害性を除く地域、新港地区センターが所在しており、北条地区と共に、 旧、新港市時代の中心部となる。新港市が一致のうち、小川伊勢の大技、小西町に相当する地域。小川河口と小矢部川川口に挟まれる形で位置しており、南方の高岡市吉久地区のみ陸地で隣接している形となる。中府式小学校の廃校前は、小西地区が、その通学区域の全域だった。 1953年4月1日に、新港市に編入された伊水郡作り道村だった地域。伊水市新港博物館の所在する地区。1953年4月1日に、新港市に編入された伊水郡、堀岡村だった地域。1953年4月1日に、新港市に編入された伊水郡、恵比江村だった地域。 富山高等専門学校伊水キャンパスが所在。1953年4月1日に新港市に編入された伊水郡本港村だった地域。1915年1月1日以前はうちで本港村という村名だった。1953年4月1日に新港市に編入された伊水郡七海村だった地域。 1953年4月1日に、新港市に編入された伊水郡、片口村だった地域。1953年10月5日に、新港市に編入された伊水郡、塚原村だった地域。伊水市民病院の所在する地区。緩やかな丘陵地帯が広がる地域で、小杉市街地と周辺の田園及び、中山間地域からなる。 南部に日本海が和災大級の住宅団地、大閤山、ニュータウンを用しており、人口はここ半世紀で倍増している。近年は固定の町として町おこししている。ナオ派、三賀、橋、下城、金山、黒川の各地区はそれぞれ現在大閤山、ニュータウンとなっているエリアを除く。町村製志高当初の伊水郡小杉町のうち、 大ね下城川東岸などの東側の地域。井水市役所小杉地区センターが所在しており、旧小杉町の中心地域。町村正施行当初の小杉町のうち、大ね下城川西岸などの西側の地域。下村の山河と区別するために、小杉山河とも言われる。都派とともに、小杉地域の中心部を構成する。愛の風と山鉄道小杉駅。 富山福祉短期大学が所在する。大高山、ニュータウンのうち、大技、大高山1から10丁目、大高町など北側の地域。大高山、ニュータウンのうち、大技、中大高山1から19丁目の地域。大高山、ニュータウンのうち南側に位置する、大技、南大高山1から19丁目の地域。1942年6月8日に、 小杉町に編入された伊水郡郷、下城村だった地域。1953年11月15日に、小杉町に編入された伊水郡金山村だった地域。1953年12月1日に、小杉町に編入された伊水郡大江村だった地域。1954年3月27日に、小杉町に編入された伊水郡、黒川村だった地域。 大光山ランド、富山県立大学が所在。竹林が多く、県内有数のタケノコの産地でもある。1959年4月1日に、分村合併により、小杉町とネイ軍クレハ町にそれぞれ編入された、ネイン軍地、田村の内小杉町側に編入された地域。和田川沿いに広がる地域。高岡市のベッドタウンとして、宅地開発が進行し、旧町域北部。 大門、二口地区から大島地区南部にかけて合併前の境界線をまたいで住宅地が連なり、一つの島地を形成している。また、企業団地や流通団地が多く立地するため、旧、伊水郡の四町村では最も昼間人口比率が高い。町村聖志港当初から大門町だった区域、処異、急町、昭川の西岸に飛び地として、 美は首があるが、大門大橋により往来は容易。ただし通勤ラッシュ時は渋滞する傾向にある。1954年3月1日に大門町と合併した伊水郡、二口村だった地域、伊水市役所大門地区センターが所在する。近年は宅地開発が盛んである。 1954年3月1日に大門町と合併した伊水郡阿井村だった地域。1954年3月1日に大門町と合併した伊水郡三戸田村だった地域。1954年3月1日に大門町と合併した伊水郡串田村だった地域。地区名としては串田表記だが、地区の中心部の住所としては、伊水市、串田、読みは、 同じ表記となる。串田神社が所在する。のどかな田園地帯が広がる地域。倉掛層の昇華だったと伝わる、神むら神社が所在し、ヤンサンマ祭りなどで知られる。愛の風と山鉄道越中大門駅、及び、井水市役所の本庁舎が所在する。愛の風と山鉄道線の沿線北側を中心に、宅地開発が進む一方、 郊外は田園などが広がる。合併前からヘチマの里、絵本の町として町おこししている。大学。高等専門学校、専門学校、高等学校、中学校、小学校、テレビ番組で紹介されたことがあるほどマイナーな、名字が多く点在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。